皆さんこんにちは。大御所演歌歌手である北島三郎さんの付き人だった同じく演歌歌手の小金沢昭二さんですが、その名を一躍全国的にしたものが1992年8月1日から放送されたフィニッシュ講話の CM で知名度を上げています。しかしそんな小金沢昭二さんは過去に逮捕されたことがあります。そこで今回は小金沢昭二さんが逮捕された理由や現在の姿について経歴とともにお伝えしていきます。まずはじめに小金沢昭二さんのプロフィールと経歴をご紹介します。小金沢昭二さんは1958年8月31日神奈川県大和市で生まれ育ちます。幼少期から空手を習っていた小金沢昭二さんは喧嘩っ早く気性の荒い性格だったようで、中学と高校時代は不良少年として過ごしています。実家が食堂を経営しており、出前を手伝うために必要という理由で16歳になってすぐにオートバイの免許を取りますが、暴走族関係の友人が多かったため自然とそちらに参加するようになったそうです。そしてその結果補導されたことも多く、本人曰く高校時代に神奈川県内の警察署はほとんど泊まったことがあるというほどの悪さぶりです。そんな不良少年もいつの日かおとなしくなり、やがて地元である神奈川県から東京に出て音楽の専門学校に通っています。ですが通っている時に専門学校が潰れてしまい、演歌の大御所である北島三郎さんに直接会いに行き、付き人として傍らにつくことになります。北島三郎さんの付き人になり、下積み時代を経て1988年にお前探してで演歌歌手としてデビューします。そんな小金沢昭二さんの名前を一躍世間に広めたのが、冒頭でも触れましたが1992年8月1日から放送されていたフィニッシュ講話の CM です。 CM は渡辺敦さんによるナレーションで、歌手の小金沢くんが使っているのはフィニッシュ講話と始まるものでしたが、 CM では小金沢昭二さんのセリフは一切なく、曲も流れず当時まだ無名だったということもあり、視聴者からは小金沢くんって誰と瞬く間に話題になります。 CM のキャッチフレーズはその年の流行語大賞で大衆部門金賞を受賞しており、この CM がきっかけで知名度が上がった小金沢昭二さんはその勢いのまま1992年に発売したシングル「お前だけ」で35万枚を売り上げるヒットを記録します。さらに河合直子さんとデュエットしたシングル「ちょっとだけ秘密」もヒットしたことで演歌歌手としての地位を確立します。他にも「ありがとう」「感謝」「北の三代目」などの代表曲を生み、演歌歌手として多くの成功を遂げています。続いて逮捕歴に関してお伝えします。小金沢昭二さんは以前テレビ東京で放送されていた主治医が見つかる診療所という番組に出演した際、ある病気が見つかったそうです。番組内で肝臓がんの危険性があると言われる食生活をチェックしてみると、昼食はコンサートスタッフが用意してくれた幕の内弁当でしたが、喉が命と言われる歌手のはずなのにタバコを吸っていたことが判明します。また夕食はさっぱりとしたものが用意されていましたが、それにはほとんど手をつけず発泡酒を飲んでいたことが明かします。そして1日に約3リットルにも及ぶお酒を飲むことなど、驚きの食生活が明らかとなった小金沢昭二さんですが、スタジオ内ではアルコール性肝炎であることが判明します。そんな小金沢昭二さんはお酒が原因で病気になっただけではなく、お酒によるトラブルも起こしてしまいます。そのトラブルというのが2020年11月に世間を騒がせた酒気帯び運転の容疑で逮捕という出来事です。酒を飲んだ状態で車を運転し事故を起こした小金沢昭二さんは11月28日正午過ぎに東京都杉並区の環状7号線を走っていたところ、前を走っていたトラックに追突し、駆けつけた警察官が検査したところ、小金沢昭二さんから基準値を上回るアルコールが検出されたことで逮捕となってしまいます。幸いトラックの運転手には怪我はなかったようですが、逮捕後警察の取り調べに対し小金沢昭二さんは、午前中に酒を飲んだ、仮眠を取った、アルコールが抜けなかった
と酒を飲んだ事実を認めます。当時は小金沢昭二さんが逮捕されたことで、レギュラー番組や音楽番組への影響が多数出てしまい、レギュラー出演するラジオ番組小金沢くんの波乗り歌謡曲は11月29日に放送予定だった分を取りやめ、急遽別番組に差し替えを行っています。また出演予定だった BS 朝日人生歌があるも取りやめとなり、生放送の出演はキャンセルとなります。さらに出演予定だった BS テレ東演歌の花道も当然のごとく出演キャンセルとなり、逮捕劇によって各方面に影響を与えます。小金沢昭二さんの所属事務所は、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたこと、世間をお騒がせしましたことにつきまして深くお詫び申し上げますと謝罪のコメントを発表します。酒を飲んで車を運転しトラックと事故を起こしたとして、酒気帯び運転の道交法違反で逮捕された小金沢昭二さんは、その後の調査で不起訴処分となったことが明らかになります。東京地検は逮捕送検した小金沢昭二さんを不起訴処分としましたが、なぜ不起訴となったのかについては理由を明らかにしておらず、不明なままとなっています。こうして小金沢昭二さんは、逮捕から2日後の30日午後3時半に警視庁湾岸署から釈放されます。数多くの報道陣が待ち受ける中、警視庁湾岸署から弁護士と共に姿を現した小金沢昭二さんは、白いワイシャツに黒のスーツとネクタイという姿でカメラの前に立つと、マスクを取り2秒ほどの短い一礼をして、本当に申し訳ございませんと報道陣の前で謝罪します。ですがこの時一礼の時間が短かったことを弁護士に注意され、再び8秒ほど頭を下げています。そして詰めかけた報道陣に対し、この度はいろいろご迷惑をかけて申し訳ありませんでしたと謝罪することとなります。当初小金沢昭二さん自身から事故の状況を聞けると考えていた報道陣でしたが、弁護士から本人の体調が悪く記憶も混乱しているため、後日改めてコメントすると取材は拒否されてしまいます。そして小金沢昭二さんは再び報道陣の前で頭を下げ、謝罪の言葉を口にした後にその場から立ち去ります。2020年11月28日に逮捕され、その後不起訴となり11月30日に釈放された小金沢昭二さんですが、所属事務所からは当然当面の活動休止が発表されているため、現在はまだ活動自粛中となっています。デビュー30周年を超えて演歌歌手界でもベテランの域に入っていた小金沢昭二さんですが、 CM でブレイクした以上の結果はなかなか出すことができず、念願の NHK 紅白歌合戦出場も果たせていないため、小金沢昭二さんを知る人の中には、悩んでいたのではないか、酒に逃げたかったのではないかと心配する声も上がっています。そんな中、小金沢昭二さんが活動休止中であった2021年7月28日に、小金沢昭二さん自身が経営する芸能プロダクションジャパンドリームエンターテイメントが破産したことが判明しています。関係者によると7月末までに事務所も閉鎖する予定と明かされています。同社は2014年に北島音楽事務所からのれん分けする形で設立されており、もともとコロナ禍で通常の活動が難しくなっていたところに、自身が起こしてしまった酒を飲んだ状態での自動車事故で自身の芸能活動を自粛しており、それ以来表立った芸能活動ができないまま事務所の経営状態が悪化し、経営を維持することが困難となってしまったようです。不起訴処分になったとはいえ、酒気帯び運転で逮捕されたのは事実であり、現在は謹慎して仕事を自粛していますが、今後どのような形で小金沢昭二さんはメディアに戻ってくるのか注目が集まっています。いかがでしたか？今回は小金沢昭二さんの逮捕に関してや現在の様子についてご紹介しました。小金沢昭二さんは自身が起こしてしまった事故によりかなりの痛手だということが分かりましたが、コロナが落ち着かない現在、くれぐれもお体や事故には気をつけていただきたいと思います。そして小金沢昭二さんの今後の復帰時期や復帰後の仕事にも注目していきたいと思います。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、
高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。